がってるな。それじゃレッツオパリオ、思いっきり楽しんじゃうぞ。本来の目的を忘れるんじゃないぞ。ハルマのお父さん、Kが新たなモンスターを召喚したんだよな。ハルマはその場所を探せと。そして私の数式が導き出したのがここ。いよいよね。引退してからのリボンはいつも何か物足りないような、そんな日々を過ごしていた。でもそんなある日、リボンがファンの声を知って決心をしたの。リボンちゃんの歌声のおかげで元気になった。リボンちゃんの声がまた聞きたい。みんながリボンちゃんの復活を待ってます。みんなありがとう。やっぱり私はまだたくさんの人に歌を届けたい。そしてリボンの復活コンサートのためのレッスンが始まった。一度リハーサルを行ったけれど、まだ本調子じゃないことを実感したリボンは、来る日も来る日も特訓に明け暮れた。ここまで来られたのも、アカネちゃんやファンのみんなのおかげ。最高のライブにしてみせるわ。頑張って、リボン。モンスター召喚システムの特別イベントやってるんだ。俺たちも行こうよ。いや、俺は素粒子研究所の手がかりを。アキラもちょっとは楽しめって。ありえない。何が出るかな、何が出るかな、何が出る。はぁ、葵くんのためにプロテイン買ってきたんだけど、ストロベリー味のプロテインとチョコ味のプロテイン、どっちがいいかな。え？ありがたいぜ。ちょうど俺のシックスパックがタンパク質を求めていたところなんだ。腹筋だけが筋肉じゃないぞ。見ろ、俺の大胸筋。いつか勝負をつける時が来ると思っていたが、それは今のようだな。読者モデルのマリコさんですよね。目線こっちください。仕方ないな。はーい、ウサちゃんも可愛く撮ってね。高速違反です。他校の生徒とはいえ、その制服の着崩しを見過ごすわけにはいきません。はあ、わけわかんない。っていうか、そんなにきっちり着てる方がむしろありえないんですけど。生徒会長として他の生徒にあるべき姿を示しているだけです。そんなのがあるべき姿だったら退屈すぎて死んじゃうかもねえ。全然可愛くない。いいでしょう、口で言ってもわからないのなら直接指導して差し上げます。面白そう。私が勝ったらあんたの制服をアレンジしちゃおっかな。サンジョンのやつ、いつになったら重心流を手に入れるんだ。シノさん、大村さん、よかったらこれ、エクスラクのシール。私に？てか、ここでずっとお客さん観察してたの？いくつか持ってるから遠慮しなくていいよ。ありがとう。こんな感じかしら。かっこいいと思うよ。
シノさんにもイベントを楽しんでほしかったんだ。少し理解できたような気がします。ん？あなたがハルマと友達だということが。そっか。ライブもすごく盛り上がってるみたいだし、見に行かない？シノさん、私はもうしばらくここで。ホムラさんはお先に行ってください。あ、それじゃあまた後で。はい。みんなありがとう。最高のライブだったのである。どうかした？いや、シノさんがいなくて。よくあることだよね。ああ、あいつは頭が切れる分単独行動を取りがちなんだよ。Got to the car